ここは新潟県の中神原郡にある上杉川部落。かつては豊かな山仕事を頼りに44軒の農家が自給自足に近い生活を営んでいた。今では5軒の家に老人だけを残す過疎村になっている。1973年6月1日夜、部落の公民館で一つの会合が持たれた。ご承知のように、ここの部落をお借りしまして、中国語の研修所を、まあ、改正するとこういうことになりましたんで、せっかくまだみんなが入ってきた感じによりましては、部落のためにもですね、なるようなそういう役割も、まあ、果たしてもらわなきゃならないと、まあ、いうようなことでですね、中国語の研修所というのはどういうものであるんだかというようなこともですね、お話を申し上げお集まりになったわけなんでありますが、質問はよろしくお願いしたいと思います。過疎村の条件を生かして、ここに中国語の研修所を作りたい。この計画に上杉川部落の多くの人々が心を動かされ、家と畑を貸してくれた。農作業をしながら自給自足の共同生活を送り、その中で生きた中国語を学ぶ。上杉研修所はそれを目指した。結局ね、黒板で書いてね、理屈で説明したって声出すと全然違うしね、よく耳で、自分の耳で聞いて、聞き分けるしか方法ないんだわ。だからみんな目に頼るよりももっと耳をよく使って、耳に神経を全部集中して聞くようにしてる。今、ガンティアラを主に反復して何度も何度もこれを喋ってもらうから、よく耳で聞き分けること。あのほら、センターでね、それにはこれぐらいがちょうどいい。ジェンダジェンダすごいジーラ、落ちちゃった。ああ、降りちゃった。大きいな。あ、降りた。なんだなんだ、あと、それから、みんな、見えた。はい、やめんよ。